戻りました王者の貫禄ですはいとといいいいいうことででらっしゃまませ皆様根本でございますいやもうねちょっとさっきのは何も見なかったことに、えー、していただきたいなと思っておりますですのですがよろしいでしょうか何も見てないよねそう <laughs> えー、ということでちょっといろいろねあの事情がありましてスーパーシューッツはあの もうちょっと設定し直してからね、あのー、やることにしました。えー、金,を金に目がくらみました根本なぎですはいということで何、まあ何喋ろうかなごめんねたくさん待たせちゃって。どうしようかな何喋ろうかなっていう感じなんですけれども今日はね、あのー、いろいろ決めていきたいなと思うんですけど配信のタグとか。 あの、初見でございま…あ、本当に初初見見かな初見って言われるとねアイドルは全員疑うものなんですよお前本当に初見かってねえ<ー>お前ら初見じゃないだろうそうあのー、何がいいかなそしたらまず皆さんが決めてるものって、配信タグだよね。初見じゃないでしょうよ初見キレゲーというものがねアイドルならではのねあの、ものを生み出してしまいましたけれども初見キレゲーという。 顔ででございいますよという感じでどんな初見初見って言ってるけど我らは初見ではないといった感じのねはいでも愛想よくいきますよえファンアートタグファンマークファンネームということでどうしようかなでファンアートはそのネモアートっていう感じでもともとねその、まあ、あの月野みとさんがすごい好きだからねどや月野さん好きなんでね だいぶ昔からね見てるんでねとやーという感じなのでそうあのミトアートからちょっと撮らせていただきましてネモアートっていうタグをねあのやらせていただいてるんですけれどもうんネモアートでそのままでいいかなと思っておりますあの次元を引っ越ししただけなんでネモと凪ということには変わらないのですっごい可愛くなっちゃいましたけど <laughs> えーそう V 配信中のやつ 配信ダグを決めたいななと思っててんだろうなキャラクター的にはねキャラクター的にはというかまあ私自身喫茶店の娘であるからしてあるからしてまあ,あの喫茶店を絡めた感じでどんどんやっていきたいかなと思ってるんですけれどもえツイッターのリンク変だったよちょっと待、まま、ってもう嫌だ本当にちょっとあなんか、ま、リンクも貼り直さなきゃいけないってこともう嫌でございますということで。 まず発表させていただいたのが私のママママは「七上マナ先生」ですマナ先生驚き驚きっていうのもねあれですけど本当に産んでいただけてありがたいっていう感じでございますどやーこんな可愛く産んでもらいましたよまあね和子にもね和子にも可愛く産んでもらいましたけれどもマナ先生にも可愛く産んでもらいましたイエイエイイ ねえちょっとうんうんおおおおお泣いちゃったよちょっと待って情緒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 がね情緒がねちょっと情緒がね今すごいことになってますあー困った困った難しいね,ね泣いちゃったそうねという感じでまあ、喫茶店の住み込みでバイトをしているバーチャル世界の喫茶店の えー、住み込みバイトの女の子根本なぎでございますアイドル根本なぎではなく、えー、そちらになりましたということでハッシュタグそれ踏まえてどうしようかなと思うんですけど何がいいかなもうずっと困ってるよ今日もうずっとこの困ってる気持ちを時給おいくら時給500円です500円かたまにお客さんが来ない日はクッキー1枚の日もありますブラック企業 <laughs> かもしんない <laughs> 地球 <laughs> ねそうあのあんまりお金をねもらえないんですよねだからみんながお金を払うんです私に傲 <laughs> 万傲万傲万ちなみにお店の名前はねスピカリウムという名前に今のところ決めてるんですけれどもスピカリウムは星とねあとプラネタリウムみたいな意味も込めてそういう感じの いいがいいないですね。ねえ。じゃあ決まりますた。実何がいいかな決まるまでずっとこの表情だよみんなみんな助けてとっ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 な。っと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 とと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 と どやー音圧で全てを破壊していきます根本凪です根本出勤中にしましょうかねそしたらうんドヤ <laughs> 決まったので誇らしげな表情でございますよドヤ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 根本出勤中ちょっと私でもねトイレ近いから根本出勤中にならないかすごい心配なんですけど大丈夫かなめっちゃトイレ近いんだよね根本し <laughs> やめろって言われてすぐやめろやめろって言われてるやめやめません やめません <laughs> でもねこの姿だったらなんか一人ならネズミしかねあの飼ってるペットのネズミしか出勤したとしても <laughs> ねあの気づかれないから <laughs> ね大丈夫だと思うんですけどもねちょっとちょっとなんかこういう表情になったらさしてください皆さん根本出勤中ですけれどもはい根本出勤中で決まりました。ファンアートじゃあファァンンアアトトじゃは、まあ、今し ちょっとあれみたいになっちゃったので普通にね普通の可愛い顔に戻っていきますけれども表情めちゃくちゃねたくさん可愛くねなってますよという感じでじゃあ「ハッシュタグはねも、まあ、と出勤中で」でイラストタグは「ねもアート」続行でいきたいと思いますうんもう定時代者ならぬもうサボっちゃおっかな <laughs> 決めるべきことは決まったし で、マナ先生がねママということで早退 <laughs> ファンマークそうファンマークだファンマークファンマークどうしようかな決まってないことまだあったよあああああ球ああ肉球ああ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 かわいい確かにコーヒーと星めちゃくちゃかわいいみんないろいろありがとう。 コーヒーヒと星にしましょう <laughs> イェイイェイちょどや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 かわいいねコーヒーと星しそう回ってるタイプの星し根本凪のファンマーク可愛くてすごい気に入っちゃった今、えー、<laughs> 嬉しいですねーえっかわいいかお金を混ぜるんじゃないよナチュラルに金を混ぜるんじゃないよあの今後やりたいことを一応ねあのまあ新しく 設営したものとしては TikTok の設営だったりとか前の次元の時の私では TikTok とかさみんなみんな地球だから TikTok やってないでしょとか言ったら私がやるようになっちゃって私もやってないんだけどねとか言ったら私がやるようになっちゃってもう地球、地球、地球からの WayWay あのバイ e Way の方の WayWay っていう感じに、ね、なってますけれどもまあ、TikTok 余裕の表情ですよこの TikTok を始めた余裕の表情の女、えー、この人はずっと何を言ってるな何を言ってるんですか <laughs> ああ<ー> <laughs> ええー、<laughs> 悲しいよー <laughs> 悲しいよー <laughs> ほらやっぱりダメなんだよどこの世界にも馴染めないだから嫌なんだよ人生 引退しようかなもうメンタルが豆腐だからねどこでも馴染めない3次元で馴染めなかったからこっちに来たのになんか2次元でもそういう風に言われてさもうダメだよじゃあドット絵になります <laughs> ドット絵かな私に向いてんのドット絵かもう4次元4次元って何だ何だな何だそれはまあそういう何の話したんだっけ <laughs> もう全部持ってかれちゃってやめてちょっと動揺させるのは今後やりたいこととか言ってるのかなあの言ってたっけなんだっけ <laughs> でまあとつまち配信とかねしてみたいけど向いてないって話をしてからとつまち配信の話になると人望のなさを感じますねだって友達あでもえ、相互フォローは友達って言っていいの <laughs> 友達いっぱいで嬉しいな。<laughs> 意外と友達がいてくれました。もうね。3人いたら最高よ <laughs>。今リアルタイムでママからね。あの連絡が来たんですけど、ドット絵もうあります。って来ててマジで。<laughs> 仕事が早すぎるんだよ。マママママナ、ま、ママ。ちょっと楽しみにしててください。待って。ママは本当私のことね。やっぱ第一子だから大事にね。大切にしてくれてて。 ママにこびる表情しよう、ま、ママママ,マ,マこれからもよろしくね次元が変わってもナギのこと大切にしてねよろしく頼むよまあ普段は敬語なんですけどね <laughs> そうだ心境とかもあんま話してなかったなんかあのいきさつとしてはここ,ここから切り抜けるポイントですよ皆さん切り抜いてください根も <laughs> とナギあまりのエモさに号泣みたいな。<laughs> <laughs> そうあの今までねあの、まあ、アイドルとして活動をしていたんですけれども次元をまたいでという感じで、まあ、今はしがないカワウソの女の子なんですけれども今までアイドルを7年間ぐらいやっててねやってるうちに、まあ、どんどん楽しいんだけど楽しいんだけれどもなんかできること自分のできることとできないことがだんだん,なんか浮き彫りになってきちゃって。 で今の状態だと、まあ、迷惑かけちゃうかもしれないし、まあ、かけてもいいんだよって思ってくれる方も、ね、いるかもしれないんですけれどもでもやっぱりちょっと自分的にもうそのメンタルが心苦しいなっていうのもあったりしてだったらいっそ夢だったこの世界に来てみようっていうことでなんとこんな可愛らしい姿をどやどや。 手に入れることができましたどんどん得意なことあっちょっとエッチになっちゃったごめんなさいあっあっエッチになっちゃったごめ,ごめん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 ちょっと一旦冷静になスススそう新しい次元に行って自分の得意なこととかをどん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 やっていけたらいいなと思ってますだからあの気が向いたら応援してくれてお金くれたら嬉しいな日光日光 お金くださーい <laughs> 嘘ですけどねそんないいです別にそんな求めてない <laughs> 普通に平凡にねみん,なみんなのなんか癒しの場所になれたらいいななんて思ってます実際うんまあの,のんびり頑張っていこうっていう感じなのでぜひ気が向いたら応援してくれたら嬉しいなと思いますのでよろしくお願いしますお金くださーい <laughs> こんな言ってたらめっちゃ怒られるからやめよう やりたいこといっぱいあるなーっていう感じなんですけどあ目の下にほく,ろあるんほくろあるんだっていう驚きがねそうあの実はちょっとだけお体に裏設定があってちょっとねママもうんうんって多分うなずいてかママのアイディアなんですよねこれネモちゃんは前の次元の時はほくろが右側にあるから逆にパラレルワールドとして入れてみませんかっていうふうに案をいただいて。 そう髪の毛の色とかも実はね黒髪だったのが全く真っ白になったっていうようなデザインのねそんな感じでございます、まあ、めちゃくちゃメタ発言ばっかするけど、まあ、顔が出てる時点でメタもクソもないんですわ <laughs> まあ根本凪は根本凪なので見た目についてちょっとだけお話、ね、させてもらえると嬉しいなと思ってした次第でございます緑似合うありがとうえー、照れるねなんかちょっと褒められたらね照れますけれども。 <え> <laughs> なんでこんなエッチな顔になっちゃうんだろう <laughs> エッチだーってなっちゃうけど <laughs> 可愛いんですよ <laughs> 可愛いでしょうあでも低い声が可愛いんだけどなとか言ってくれたり嬉しいあ落ち着く声とか <laughs> 言ってくれてすごい嬉しいなと思いますねあ声昔から好きなんだけど嬉しいなんかあのデビュー当時7年前ぐらいの声 聞い根元なぎですなぎですぐらいの声でえーってなってえーってなって今の濃く毛羽崎さんのねあの真似なんですけどえーってなっちゃって私こんな声だったんだっていう感じタグもねあタグえっとね根元なぎね根元就活中じゃなくて,待って,待ってハローワークじゃなくて待って待って待ってね根元根元えっと よそ行きじゃなくて、えっと、死んだんじゃないのじゃなくて、待って、あの、えっと、根本、えっと、なんだっけ、あ、出勤中、出勤中、根本出勤中です。歌枠やりたいな、で歌枠ってどうやるんだろう、ちょっとジェムカンさんに聞いてみよう、歌枠って、どうやるんですか腹立つだろうな、どうやるんですか自分で考えろって言われて。<laughs> <laughs> ううう <laughs> はい <laughs> <えー笑>ってなるかも,も門前払い <laughs> 門前払い横丁ということうううあのえうううってなっちゃうかもしれないんだけれどもどんどんあの普通にお話ししてくださいみんなあのお話ししてくれたら嬉しいのでていうかみんなが話してくれなかったらもう。 ラライフライフンないんだよだから本当に何でも話してダメなのは読まないから <laughs> でもあの人を傷つけるようなことはダメです私は別にいいですけど <laughs> 人を傷つけなければいいですそうあのみんな仲良くをキャッチコピーにあのサンリオさん大好きなのでやっぱサンリオさんはねみんな仲良くってことでやってるので仲良くやっていきたいなと私とパソコンは一生ねんか相入れないかもしれないんですけれども。 まあみんな仲良くやっていくっていうのがテーマかなってか癒しの場所っていうのがテーマなので結構疲れてる方とかに来てゆっくりしてってほしいなーっていう願いはありますねスピカリウムこの喫茶店にはねあファンネームあったら嬉しいですそっかみんなファンネームとかあるの常連客とかかなスピカ常連さん可愛くていいかもな可愛いい,いいんじゃない <laughs> とりああえずじゃあ スピカ常連さんとということであのテンポのね、スピカリウム店舗のイメージ画像もあるのでそれも三面図と合わせてお出ししたいと思いますので「もういらっしゃいませ」って言うかもしれないけどあの、従業員なんで「あのあ、いらっしゃいませいらっしゃいませはいいらっしゃいませしょっせーっていう感じでねあのやっていきたいと思いますスピカ常連さんで「いらっしゃませーえー、スピカリウムへいらっしゃいませー」 うん、これでいいかも皆さんこんにちは、根本なぎですスピカリウムへいらっしゃいませ決まったところでドヤドやしていきたいと思いますドヤドや <laughs> いらっしゃいませ生えち喜んでじゃないんだよ生えちゃ喜んでじゃないんだよあ、夜はバーになったりしますかそう、バーね、憧れててそう、あのー、まあスナックなぎっていうのも定着しつつあるんでス,スナックなぎなのかな、夜は <laughs> おっっしゃーい、おっしゃい。じゃなくても、スナックだからいらっしゃいませって感じかいらっしゃいませ、ねね。何飲む？みたいな感じのね。テンション感でいきたいと思います。エロいは褒め言葉なんだよね。私もそう思ってる。<laughs> <laughs> なぎまま。まあ、いろいろゲーム配信とか、今のところやってみたいなと思ってるのは、ニーディーガール・オーバードーズかな。頂点ちゃん。ジェルボン でや,るやりたいみんなにツボおじはたぶん生クリアできないままこの生涯を終えると思うのでツボおじはやりませんホラゲーやってビビってホラゲーやってビビったらねもうねこうなっちゃうから根本凪おれいちゅになっちゃうからジェルバンはジェルバンはジェルバンは頂点ちゃんだよタラちゃんですはい私もあんまり男性の恋愛ゲームとかやったことないから てかほぼ初初恋になるんじゃないそれが。はっめっちゃやばい。あでもアイドルじゃないもんね。別にいいのか。うーんアイドルでもいいじゃん。なんかちょっとなんかさ、ね、ドキドキしちゃうんだよねー。<laughs> ちょっとドキドキしちゃうんだよね。<laughs> でもこのね、次元なら堂々と恋愛ゲームを。 できちゃうだって私もこの次元だから <laughs> みんな誰もいなくなったらどうしようオフ会が0人になっちゃったらどうしようと思ったんだけど今日の配信見てたらちょっと安心しましたうんありがとうございます頑張りたいなと皆さんも是非ね作業配信作業用 BGM にでもでも顔面も可愛いからせっかくだからねあのじ、ー、と <laughs> めなんかもできちゃったりするし。 応援ししてくれたら嬉いいなと思います大物 VTuber ですかいや小物いや VTuber に小物とかないけど何でしょうねひよっこ <laughs> <laughs> 私がやりたいことを今後やってってだから何精神でね昨日もツイートした通りあ w ツイッターもやってるのでよろしくお願いしますうんメジカルだから何だから何だから何 だから何っていう気持ちでねいや、みんなもね身につけていってほしいですよだから何精神えー、なんかもともとアイドルなのに次元転換したんですかなんかそれもともとのやつでいいしなんかずるくない最初から 2D とか 3D とかなんか努力した身にもなってくださいだから何ねだから何だからなんですかっていう。 だから何っていう気持ちで、まあ、こっちとら7年間根本凪やってきてるんで、やっていきますよ、どんどん。<laughs> お腹鳴りそう、あ恥ずかしい。めちゃくちゃ恥ずかしい、エッチだ <laughs> 自分の声で今、かき消そうとしてるけど、ちょっとこれ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 、ちょっと待って、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 待,待って、ちょっとこれ、エッチだわ。ダメだめだ、これ、センシティブかも。 お腹鳴りそうなのトイレ漏れそうなのよりお腹なりそうなのがエッチなのなんかすごいなこの次元ってへえいいこと知っちゃったな <laughs> すん <laughs> そろそろエンディングの方に向かいますかねじゃあファンマークがコーヒー豆コーヒー豆じゃあ <laughs> 焙煎したとごめんなさいあの <laughs> コーヒーコーヒーと星星くるっとしてる星ねあと配信中のタグが みんな思い出してごめんちょっと根本 <laughs> 営業中だっけしししき、し,し,し,し失業中じゃあ間違う違う待ってし、違ょ、ごめんなさいあの根本し出勤中出勤中でお願いしますはいそれぐらいかなという感じでじゃあそろそろ終わりにしようかなと思いますけれども最後にじゃあなんかニコッとしよう 最後にニコニコしますのでこれからも根本凪のことをよろしくお願いしますじゃあ誰だ,だ,だっけお前らお前らお前 <laughs> <laughs> あなたたちはえっとえっと常連客のみんな常連客のみんなバイバーイ <laughs>